皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。中東のサウジアラビアでは今、アニメなどの日本文化が人気となっています。同国では長年イスラム教の厳格な教えによって娯楽が制限されてきたのですが、そのような状況を大きく変えたのが日本のアニメが大好きな若い指導者。今では政府の主導で大規模なアニメイベントも開催され、現地の日本アニメファンは大熱狂しているというのです。そこで今回は先日開催されたばかりのアニメイベントについてご紹介いたしましょう。中東で最大規模、日本のアニメイベント。2022年10月27から29日、サウジアラビアの首都リヤドのリヤドフロントにて、日本アニメのイベントサウジアニメエキスポ2022が開催されました。このイベントを主導しているのは、石油依存型経済からの脱却を目指すサウジアラビア政府。日本のアニメ好きと言われるムハンマド皇太子にとっても肝入りのイベントなのです。初開催は2019年、その後新型コロナウイルスの感染拡大により開催が見送られてきましたが、今回ようやく3年ぶり2回目の開催となりました。同イベントは日本を代表するアニメコンテンツやアニソンシンガーなどが一堂に集結する公式ジャパニメーション、日本製のアニメーションイベント、各種展示や体験コンテンツ、ステージパフォーマンスなどを通じて日本のアニメの魅力を発信し、初回2019年は41社が出展、3日間で約3万5千人が来場しました。そして今回はサウジアラビアで日本アニメの人気が急騰していることを受けて、会場面積は前回の約 1.5 倍に拡大。初日の10月27日には約1万1000人が来場しました。声優の石川秀夫と三上しおり、そしてフロー、トゥルー、タム、カッズ、樋口愛、新生かまってちゃん、谷本隆義、大西洋平、ドーズ、DJ カズなど多数のアーティストも参加。ライブパフォーマンスやトークショーで会場を沸かせました。なお2019年の初回は宗教上の観点から肌の露出が多いキャラクターに対してポスターなどでの表現に制限があったのだそう。しかし今回は日本のアニメ文化に対する理解や寛容性の高まりから、比較的柔軟に各種展示がなされたようでした。会場内では人気アニメ関連の展示ブースが設けられたほか、アニソンシンガーのライブやトークショー、コスプレショーなどを実施。一般来場者向けのコスプレゾーンやシアターエリア、カフェエリアなども設けられました。コスプレゾーンには女性用の着替えスペースも用意。好きなキャラクターのコスチュームを着てフォトブースでの撮影を思い思いに楽しむ様子が見られました。またカフェゾーンでは日本食を提供。来場者はハラールにのっとり調理されたうどんやラーメン、おにぎりなどの日本グルメを満喫していました。サウジアラビアが日本のアニメやゲームに興味津々な理由。先ほども少し触れましたが、サウジアラビア政府が日本のアニメやゲームを積極的に受け入れる背景には、石油産業に代わる産業を育成する狙いがあります。サウジアラビアのムハンマド皇太子が中心となり、2016年にまとめたのがサウジビジョン2030という経済政策。その中では石油依存型経済からの脱却や雇用拡大が打ち出されています。そのための方策の一つとして挙げられているのがエンタメ産業の強化。その分野における人材やコンテンツの育成に取り組んでいます。日本もそれに協力する形で
日サウジビジョン2030を発表。技術提供や人材育成などさまざまなプロジェクトを共同で行っています。ムハンマド皇太子による改革路線で、近年は徐々に宗教上の規制も緩和。これまで現地では女性は肌や髪を隠すことが推奨されていたため、半袖やミニスカートなどの露出が多いキャラが登場する作品は店舗でそのまま販売することが困難でした。それが最近では肌の露出を隠すための白いシールなどを貼り、漫画を店頭で販売できるようになってきたのです。日本とサウジアラビアの共同プロジェクトの例はこれまでにいくつもあります。2017年6月、ムハンマド皇太子が設立したミスク財団は、クリエイターを育成する教育機関、デジタルハリウッド大学およびプラモデル模型メーカーのタミヤと基本合意書を締結。他にも様々な日本の企業と連携して人材育成を図っています。また同財団はサウジアラビアにおけるゲーム人材を育成するための投資として、日本のゲーム会社 SNK の株式シェアの 33.3% を獲得。会社の確固たる所有権を得るために、今後は株式の過半数以上 51% までを購入する予定だといいます。 SNK といえばサムライスピリッツや画廊伝説、ザ・キング・オブ・ファイターズなど数多くのゲームを制作してきた会社。そして2017年からはサウジアラビアのエンタメ会社マンガプロダクションズとともに、アニメやゲームの分野で共同プロジェクトを行ってきました。今回の投資はキャラクターライセンシング、キャラクターを権利者の許諾のもと活用するだけではなく、将来的なコンシューマーゲーム、家庭用ゲームの制作を中東で行うことも視野に入れているのでしょう。ところでサウジアニメエキスポについて中東の人々はどう思っているのでしょうか。ネット掲示板などにはアニメ好きな彼らの声が数多く寄せられていましたので、その一部をご覧ください。中東の人々の反応。サウジアニメエキスポは私の人生における最高の一日だった。毎日開催してほしいくらいだよ。すべてのアラブの若者たちがこのアートに触れることができますように。アニメは子供向けという人たちに言いたい。それはワンピースをこよなく愛する皇太子殿下への侮辱だからな。サウジアラビアの人たちはラッキーだな。俺の国アルジェリアでもアニメエキスポを開催してほしい。サウジアニメエキスポが大成功したようでよかった。残念ながら自分は行けなかったけれど、僕の周りの人たちがすごい混みようだったって話していたんだ。日本のアニメはアラブ人に新しいものをもたらしてくれた。私たちの人生における価値観を変えてくれたのが日本のアニメだ。僕の周りでは日本のアニメを字幕なしで見られるように、日本語を勉強する人がかなり増えているよ。日本のアニメは中東地域でこのまま成功を続けるだろうね。そして日本のアニメにはそれだけの価値があると思う。サウジアラビアでは1980年代から日本のアニメを放送。特に UFO ロボグレンダイザーやキャプテン翼といった作品が人気を博してきました。また昨今は動画配信サービスが普及。さらに幅広い作品がリアルタイムで楽しまれるようになりました。サウジアラビアにおいて今や日本のアニメは一部のニッチ層に好まれるサブカルチャーではなく、主要エンターテインメントの一つになったのです。2022年7月に行われたジャパムラゲーマーズ8。サウジアラビアで人気がある日本文化はアニメやゲームだけではありません。2022年7月から8週間にわたって開催されたのが e スポーツイベントゲーマーズ8。
そしてそこに併設された日本パビリオン、ジャパ村では茶道や書道といった伝統芸能からアニメやコスプレなどのポップカルチャーまで、さまざまな日本文化に触れられるイベントが開催されました。主催したのは現地のコスプレ会社であるベガエンターテインメント。会場の中心にあるステージと広場ではネオ阿波踊りや忍者ショー、サムライパフォーマンス、和楽器、大神楽など毎日さまざまな公演が行われました。パフォーマンスに対する観客の反応はとてもダイレクト。素晴らしい演技や演舞が見られた時はもちろん、体験者がパフォーマンスをすると観客は自らのことのように盛り上がりました。サウジアラビアの人々にとっては見るだけではなく当事者として参加することが何よりも喜ばれるのです。ところでこのようなイベントがなぜサウジアラビアで開催されたのでしょうか。世界的に知られるコスプレイヤーでもあるベガエンターテインメントの代表はインタビューにおいて次のように語っています。コスプレやアニメは全て日本文化、茶道や書道などの伝統芸能と同じです。我々は全ての日本文化をリスペクトしています。そして我々の熱意に共感しサポートしてくれたのが e スポーツの会社だったのです。実はかつてのサウジアラビアには一般の人々が触れられる娯楽はほとんどありませんでした。イスラム教によって偶像崇拝や音楽などで人の心をかきたてることが良しとされていなかったためです。人物画も偶像にあたるとして禁じられていましたし、テレビの導入にも時間がかかりました。さらにアッラー以外の神は存在自体が NG、 つまりアニメや漫画もダメ、多宗教圏、多宗派圏の文化もダメ、ライブに興じるなんてもってのほかという状況だったのです。そこに大革命が起きたのは2017年でした。ムハンマド皇太子の近代化政策により映画館がオープン。それを皮切りにオートレース、プロレス、音楽ライブなどの波が押し寄せました。男女別に開催されたり、ファンの性別がはっきり分かれていたりする傾向はありましたが、新しい娯楽に人々は熱狂。経済効果の大きさから政府も積極的に後押ししました。そんな中で開催されたのがジャパ村。今まで外国の情報を制限されていたサウジアラビアの人々はアニメや漫画で見た日本文化を体験し、パフォーマンスに歓声を上げました。さらに彼らは自ら漫画を描き、コスプレまでしたのです。このような変化を享受する彼らの顔は皆キラキラと輝いていました。まとめ。サウジアラビアでこんなにも愛されている日本文化ですが、今後の課題もあります。現在は状況が少しずつ改善されているものの、日本でのリリースと同時に違法に翻訳発信されるコンテンツが多数、商標や著作権などの権利も曖昧です。また許諾の難しさから日本風アニメを海外で生産するケースも増えているといいます。伝統芸能についてはどうでしょうか。初めて見る日本の伝統芸能は物珍しさから受けるかもしれません。しかしその起源について宗教や言語を超えて伝えるにはエネルギーが必要。すごいでしょと見せるだけの形式ではそのうちに飽きられてしまうでしょう。今後大切になるのはその人気にあぐらをかかず日本文化を共に体験すること。日本文化の人気を一時的なブームで終わらせずに継続するための仕組みが求められているのです。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。